です。マイクです。さて、いよいよあと5日後に迫ってまいりました。はい。フラハナホ2023 in ユニガーデン。さあ、今回はですね、ここユニ町、地元の教室も参加されます。それで今日は、この地元のお教室にちょっと潜入したいと思います。これから2人で行って、このイベントに向けての、ちょっと意気込みのコメントをいただいたりしながら、そしてちょっとレッスン風景も皆様にお伝えしたいと思います。はい、ご参加いただけることになって縁ですね、これはね。あのね、生徒さんの、私どもの今 こちらよりも、まあ、闇座とかもあるんですけど、はい、すっごく楽しみにしてるんです。わー、ドキドキとかね、どんどん返信返ってきて、あの芝生の上でいつも踊りたいねって言ってたんですよね。本当にもうハワイみたいだから、ね、もうぜひぜひ、ぜひ芝生をね、芝生と青空、青空、青空最高です、ね、これからずっと、2回目3回目ずっとこの山の日というね、8月11日をずっと行けると私どももう参加できるかなって。もう私の一番好きな場所がユニガーデンです。ユニ町でね、はい、あんな素晴らしいとこね、この近郊にはないと思うので、自慢のユニガーデンですよね、うん、はいはい、インハワイ、ユニ、うん、インハワイ、うん、とにかくユニ町はハワイのようだよっていう、そんなイメージを出したいねって先生と本当に冗談交じりにお話ししたのがきっかけ で、 そうですよ、ね、あのこういう機会いただけて、で私たちの先生方2人もねすごく協力してくださったんですよ。だからそこはもう本当に先生方に感謝してます。ありがとうございます。さて今回ですね、なんと参加されるグループは7グループ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてゲストに達者ダンサーの光さん、はい、はい、非常に楽しみですね。楽しみです。芝生の上で今回踊らせてもらうんで。そうなんです、はい、なかなかね、あのできない経験なんですよね。私の経験の中でも芝生の上で踊った経験っていうのは、うん、ほとんどっていうかゼロです、うんうん、まして北海道ですから、半分は雪で覆われるところで、そう、芝生で踊れるっていうこのユニガーデンの醍醐味。醍醐味ね、はい。そしてやっぱり大自然を感じながらっていうのが、大地からのそのパワーをね、足の裏からこう全身に、なんかそういうものを感じながら踊ることができる、はい、これが実に楽しみでなりません。そして当日ですね、なんと私たちがユニ町に来てから始めたあれこれマートユニゾン、このユニゾンホップアップでこの日ユニガーデンに出店させていただきます。はい、こんなアイテムを持って皆様のご来店をお待ちしております。お待ちします。ユニゾンテイストで、ユニゾンテイストのものを持って皆様にちょっとね、目に触れていただけたらなと、はい、お洋服いっぱい持っていきたいと思います。そちらの方もぜひお楽しみいただきたいと思います。炎天下、うん、もう考えられないくらいの炎天下の場合はですね、皆様、これはちょっとやはり危険なので、あの中の屋内の方に移動させてもらうということもありますので、はい、そこをあのご了承お願い得ればと思います。天気に恵まれて、どうぞね、芝生の上で踊れるようにっていうふうに皆さん一緒に願っててください。はい、では8月11日金曜日山の日11時からフラハナホ2023 in ユニガーデン、お待ちしてます。Thank you.
まりのジャララララララ、かわいいわ。 She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her。She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard.